どうもくまです。今回は細フレンチの作り方を説明していきます。今回の細フレンチっていうことなんですが、普段フレンチ書くときはこういったアンギュラー筆、まあ、フレンチ筆とも言うんですけど、こういうのでまあこうスッと書いたりとか、まあ、ちょんちょんって感じでスマイルライン作って、まあ、このラインですね、カーブのことをスマイルラインって言うんですけど、これを書きながらこう一筆で書いていくのですが、細フレンチの時は、まあ、こういうライナー筆で書いてあげると楽です。まあ、これとか、まあ、これとかですね、ライナー筆で書いてあげると、まあ、このトップエンドっていうんですけど、このここスーッと綺麗なラインが書きやすいです。まあ、こんなのもそうですよね。これは例えばなんですが、夏場とかちょっと全部この重いネイビーとか、こういう茶色、グリーンでこう全部塗りしてしまったり、ちょっと厚めのフレンチ、普通のフレンチにすると重くなっちゃうんですね。なので細く描いてあげると重くなく抜け感がうまく作れるのでおすすめです。どこら辺が疑問とかわからないこととかってある？このイエローラインの隠し方と、うん、この白いところね、はい、と左右をこう対称にするやり方しかわからないです。この分かりますか？これで言うとこのトップエンドがバラバラになっちゃってたよね。はい、最初割れたりあるよね。はい、ここを縦に割って均一に左右対称になってたよね。はい、こっちがこっちへこんじゃったりとか、こっちが膨らんじゃったりとかあるもんね。はい、じゃあそこら辺をじゃあ解説しながら作っていきます。はい、はい、ではこちらにフレンチラインを、細フレンチを書いていきます。でこちらはもうすでにベースジェルが塗ってある状態になります。で先ほどあずさが質問にあったこのイエローライン、フリーエッジですね、この白いところ、ネイルベッドから離れたイエローラインからのこの白いところですね、こちらを消す方法なんですけども、もしこれを消したかったらベースにカラージェルを塗ってください。例えばですけど、淡いシアー系の、まあ、こういったシアー系のカラーをまず一度塗りして、それから細フレンチを描いてあげるとこの白いところが見えにくいよね。はい、ただやっぱりそれ塗っちゃうとちょっと重くなっちゃうから、まあ見えちゃうけど気にしないかな、これは。はい、まあ、これはお客様にちゃんと伝えてあげる。はい、で特に最近、まあ、ニュアンスネイルとかもそうだけど、ここが別に見えてもそんなに気にならないかなって思うんだよね。あ、もし気になるようだったら爪をもさらに短くしてあげて、フリーエッジを短くしてあげると、細フレンチも綺麗に描ける。はい、綺麗に描けたらこのイエローラインが気にならなくなるかな。はい、これに関してはもう仕方ない。はい、で今回細フレンチに使うのは130番のこれビリジャンですね。これいい色なんですよ。で必ずパレットにカラーを取り出してあげて描くとやりやすいです。ここから取ってやるとなかなかこの筆に量が、適量が取れないんだよね。はい、なのでまずパレットに取って筆にしっかりなじませるね。この細筆だけどここになじませて適量取って描いていく。はい、これがポイントになります。一つ目のポイント、これでまあ細フレンチだからどれくらいの幅にするかだよね。はい、いきなりバーって描いちゃうと太くなっちゃう。はい、でこう調節していくにだんだん太くなっちゃうというパターンもあるから、最初は1本目描くときは
少しだけ短めにしてあげる方がいい、はい、あ、短めって細めにしてあげる方がいいんでね、はい、でまあこれちょっと多めにとって、まあ、これくらいかなって幅決める。で、まあ、目測でだいたいこれぐらい、ちょっとこうカーブ強い方が綺麗なんでね、はい、なのでここに向かっていくっていうところを決めて、ここから筆の腰を生かしてスーッと持っていく。また逆にこっちから最初ずれちゃうって人が、あの目測で言ったらこっちに行っちゃったか、奥行っちゃったっていう人いるんだったら、そういう風になりやすいっていう人もいるから、だったらこちらから中心に向かってゆっくりゆっくり引いていく。で、あとは塗り忘れがないようにこんな感じでとりあえず塗ってあげる。これで片側できました。ではここからここね、ここの位置を覚えてここだなって決めたら、ここからまた中心に向かって無理なく伸ばしていく。そうするとなんかフレンチのスマイルラインなんとなくできたよね。はい。であとは塗り絵みたいな感じで縫い忘れがないように整えていきます。うん、これなんでね、ただこれだけだとちょっとまだ歪みがある、左右均一じゃないんだよね、はい、なのでこうなったらひっくり返します。まあ本当はこうやってんだけど、こうやってあのお客様のでひっくり返してもらって、そうすると分かりやすいんだよね。そうするとこっち側のは深い、こっちのカーブは綺麗で、こっちがちょっとカーブがこうカクカクカクってなってるんでね、はい、だから綺麗な方をまずしっかり滑らかなラインを作ってあげます。はい。で、できたらこっちを見ながらこちら側にもラインをゆっくりゆっくり、例えば今こう、あ、ちょっと失敗しちゃったね、こうはみ出ちゃったんだけど、ちょっとこれは一回放置で、まあ、とりあえず引っ張りました。で、ここ今このちょこんってなってるじゃん、はい、こういうのできたら、まあ、一回一回こう拭き取ったりとかすると大変だから、まあ、爪楊枝でこのカーブのところをちょっとやってあげると治ります。はい。どう？あ、綺麗に取れた。綺麗に取れた。こういうの大事だよね。はい。なんかこれをなんかこうコットンつけて、なんかなんだっけ、除光液つけて、はい、ピッてやるとにじんじゃったりとか汚れちゃったりするから、まあこういうのでサッてやってあげるとおすすめ。はい。こんな感じで、最初慣れないうちはゆっくりゆっくりやってあげてください。で、こういう風にいじってるうちにだん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 こう太くなっていくんだよね、うん、だから最初は細めの方がいいわ、はい、あの最初にあのもう完成形の太さにして線引っ張っていって細フレンチを整えたりするとどん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 普通のフレンチになっちゃうんだよね。あ、だから余白として少しだけ細めに、はい、細フレンチだけはさらに細めにしてあげるといいかな。どうでしょう、こんな感じで、はい、こう見た時にこっちとこっちの幅ちょっとだけあの爪がこっち側膨らんでるから、まあ、こうなってしまうんですが、
まあ、こことこのトップエンドと言います。トップエンドの位置、左右の位置を同じにします。で、中心のここ、中央を一番のこう食い込み部分にする。で、ここからここをつなぐ、ここからここをつなぐっていう風にすれば、まあ、一度塗りでこれだけ綺麗に作れます。ではちょっと戻して、で最終的にここら辺塗り忘れ、ここ塗れてないよね。はい。こういうところ気になるから、お客様とかここだけは綺麗にして、まあこれだけ濃い色だったら一度塗りで十分だよね。はい。さっきからメガネがカメラの足にぶつかってガチャガチャ言ってるけど、はい、どうでしょう、いいかな、どう、綺麗で OK、 はい、うん、で必ずフレンチとかはひっくり返してこっちから見てあげるとバランス、はい、こっちから見るだけじゃなくてこっちから見るとまた違ったバランスの崩れとかが分かるから必ずひっくり返してチェックしてください。はい、はい、では硬化します。はい、もし塗りムラとか先端とか欠けてるところがあったら2度塗り目で修正していきます。まあ、こういうのって先端がこうちゃんと塗れてないと気になるんですよね。お客様帰ったらこうやって見て、こういうところとか、まあ、トップエンド、こういうところのガタつきが気になるから2度塗り目でここら辺を調節していきます。ちょっとメガネ取ろう、ぶつかっちゃうせっかくガン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 。で最終的なライン、それもここで整えていきます。はい、どうかな、こんなもんでしょうか。はい、では硬化します。では硬化できましたので最後にトップジェル、ベラフォーマのエンネですね、こちらで仕上げていきます。まあ、こんな感じで細フレンチなんだけどできそう、お皿の枠でできそうです。本当すごい分かりやすかったです。よかった、じゃあ、はい、多分このフレンチ筆、アンギュラー筆で描く、はい、フレンチよりもまずこっちでね、やった方がやりやすいかもしれないね。はい、今度じゃあこのフレンチ筆、アンギュラー筆で描くフレンチのやり方、はい、教えてくね。あ、ありがとうございます。これはなんか本当線一本一本で描いていくって感じだから、はい、やりやすいかな、多分今年っぽいですよね。うん、そうだね。はい、でこれで固めていくんだけど、ちょっとだけこうイエローライン見えるけど、はい、そんなに気にならなくない？全然気にならないです、うん、はい、じゃあ入れてください。はい、出来上がりました。まあこんな感じでライナー筆で書いてあげると、まあ簡単に書きますので、よかったらお試しください。でこちらのアートとかは第4期 DMM の熊先生のオンラインサロンの方で公開しているアートになりますので、概要欄の方からチェックしてみてください。DMM のオンラインサロンにて第4期熊先生のネイルアート3ヶ月集中講座っていうものをやっております。その中では週に1本アート動画を配信しております。全14アートを配信します。さらにネイルアートを深く学べるカリキュラムになっております。他にも詳しくマシンケアやフィルイン、色彩学、インスタの集客など、あと写真の撮り方とかも、皆さんが作ってくださったネイルアートはオンライン上で添削していきます。もし気になる方がいれば概要欄の方から検索してみてください。